皆さんこんにちは、ニフコーヒーの小川です。このチャンネルではご家庭でのコーヒーライフがより豊かになるような知識や情報をお届けするチャンネルとなっております。今回はダイソーで面白いドリッパーを見つけましたのでレビューしていきたいと思います。それがこちら、2カップ同時にドリッパー。このパッケージの写真の通り、同じ高さ同じサイズのカップに同時にコーヒーを抽出するというドリッパーです。コーヒーを入れるときに2人で飲むときにはサーバーも使わずにこれ一つで直接カップに落とせるということで、まあ、洗い物が一つ少なくなると、そういう便利グッズですね。このドリッパーでちゃんと2つ同時にいい感じで入れられるのか、美味しく入れられるのか見ていきたいと思います。それではやっていきましょう。はい、こちらが改めてですが、ダイソーで売っているダブルコーヒードリッパーです。確か値段は普通に110円だったと思います。まあ、説明書きを見てみるとこんな感じですね。まあ、フィルターは円錐形でもいいですし、台形フィルターでも大丈夫ですよと書いてあります。写真のイメージのまんまですね、粉を入れてカップを下に2つセットして抽出をするという感じでざっと書いてあります。裏側を見ていただくと、まあ、これの特徴が書いてありますね。耐熱温度も100度と書いてありますので、しっかり熱湯を注いでも割れたりとか大丈夫なようになっています。それでは開けていきましょう。よいしょ。はい、このような感じですね。まあ、リブはそんなに入ってないですね。凹凸が一応ありますが、ハリオの V60 みたいな明確な凹凸があるわけではなくて、なだらかな波状になっているっていう感じですね。これがどういう効果になるのかちょっと楽しみですね。また下の穴に関しては四つ穴っていうんですかね、まあ、カップに合わせた感じでなってます。あとはここの形状ですね。多分、まあ、こっちとこっちに分かれるように収まりのいいような形状になっているという感じです。あとは多分特徴的なのはここですかね。この横から見ると、普通ドリッパーの台座ってこの辺から横に伸びているんですけれども、ちょっと下になってから伸びていますね。まあ、これによって台形の形、基本的には台形のような形をしていますが、円錐形をそのまま使ったとしても先っぽがちゃんとこのドリッパー内に収まるように、多分ここの1センチぐらい空間が作られている、まあ、そういう設計になっているような感じですね。早速これで入れてみましょう。はい、ではこれにペーパーフィルターをちょっとつけていきたいと思うんですが、こちらが円錐形の1杯から2杯で、こちらが円錐形の1から4杯、あとは手元にあるのが台形のこちらですね。これが102って呼ばれるものですが、2から4杯用になりますかね。台形の場合は2箇所折り曲げていただいてセットします。はい、そうするとこんな感じですね。まあ、上 1.5 センチぐらい浮く感じになります。なんかドリッパーにぴったりっていうのをそんなに求めないドリッパーな感じがしますね。では円錐形の1から2人用、まあ、01と呼ばれるサイズですね。まあ、これは結構ぴったりなんじゃないですかね。ぴったりはまっていて、下の部分もちょっとこの1センチあることによって突き出ているという感じです。まあ、角度が一緒なので1から4杯用の大きいやつを使ったとしても、まあ入ります。はい、こんな感じで入りますね。まあ、結構ドリッパーから出てしまいますが、ですが、まあコーヒーの粉を入れて抽出するということはできそうな感じですね。まあ、形がぴったりなので、まずこの01のペーパー使いましょうか今回は。はい、これでやっていきたいと思います。写真の通りですが、カップを2つ寄せてここに乗せて、あとはもう粉を入れて普通に抽出していくという感じですね。粉に引いてきましたので、こちら入れて抽出していきたいと思います。粉の量はシティローストで今回は 20g 入れました。まあ、だいたい合計で 300cc 前後抽出しようかなと思うんですが、
まあ、カップに直接注ぐのでどこで止めたらいいのか正直分かりづらいので、まあ、普通にコーヒー1杯分注いだぐらいのところで止めていこうかなと思います。まあ、どうしても測りとかサーバーのようなメモリをついたものを使うわけではないので、まあ、止め時が分からないっていうのが、まあ、このドリッパーを使う時の、まあ、少しコツというか、これぐらいなアバウトな感じでコーヒーを入れるのもまあ別にいいんじゃないっていう、そんなような商品だと思います。じゃあ早速入れていきたいと思います。ちょっと上げてみましょうか。最初はちょっと片方から出ているような感じもしますけれども、このまま入れ続けていくとどういう感じになるのか注目ですね。はい、じゃあ蒸らしが終わったのでちょっとずつお湯を注いでいって抽出を進めていきたいと思います。あ、ようやくこっちからも出始めましたね。なんか最初の時点ですごい濃厚な液体がこっちに行っちゃっているので、左右の味本当に均等に入るのか疑問なんですけれども、最後までこのまま行ってみましょう。意外とお湯の落ちはそこまで悪くはないですね。まあ、使うペーパーによってもリブと、まあ、ドリッパーとの相性はあると思うんですけれども、少なくともこのハリオの V60 用の01ですね、塩水の1から2杯用に関しては、まあ、いい感じで抽出落ちていくなという印象です。その代わりあれですね、偏りがやっぱありますね。だいぶこっちの方が圧倒的に出る量が多くて、こっちの左側、まあ、私から見て左側ですね、半分ぐらいの量しか入ってないですね。はい、もう片方が溢れちゃいそうなのでここでストップします。はい、出来上がりました。まあ、ご覧の通りなんですけれども、完全に均等には条件次第では入らないなという印象です。それでは早速飲んでいきたいと思います。まあ、こちら側からいきましょうか。うん、ちょっと濃いめな感じですね。ではこっち側の少ない方、うん、めちゃくちゃ薄いです。やはりコーヒーは抽出する最初の方がかなり濃厚な液体出ますので、その濃厚な液体が偏ってこっち側ばっかりに入ってしまったのが、やはり味の差が大きく生まれている原因かなと思います。抽出が偏ってしまったので、一つにまとめてあげて飲めば適切な液体に、うん、なってますね。まあ、最悪抽出失敗して偏っちゃったって時だったら一つにまとめるっていうことはできますけれども、それだったら最初からこっちに抽出した方がいいっていう感じはありますね。ご視聴いただきありがとうございます。この度ニフコーヒーでは YouTube の動画の視聴者様限定でお試しセットがお得になるクーポンをご用意しました。こちらをご利用いただくとお試しセットが500円安くなります。しかも毎月500名様限定で行っている送料無料キャンペーン、こちらとも併用することができるので、お試しセットが2300円で購入することができます。さらにお試しセットは購入後ポイントが300ポイントついてきますので、実質2000円となります。今まで動画を見てて気になっているけどまだ買ったことないなとか、ニフコーヒーのコーヒーってどんなものだろう試してみたいなと思う方は、ぜひこれを機会に我々の作る高品質なコーヒー、また
作ったその日のうちに発送するので、すごく新鮮なコーヒー豆を試してみてください。クーポンの対象としては、これから新しく会員登録される方に限定させていただいてますので、すでに会員登録されている方は対象にはなっていないので、それだけ申し訳ございません。詳しくは概要欄に書いてありますので、そちらからチェックしてください。では次は台形のペーパーを使ってやってみたいと思います。なんか台形の方が均等に行きやすいのかなというイメージもありますので、試しにやってみましょう。それでは今度はこちらですね、台形の2から4杯を102のサイズで入れていきたいと思います。ペーパーをセットして粉を入れて、粉の量は先ほどと同じですね、 300cc 抽出の量に合わせたコーヒー豆を入れています。それでは抽出開始します。台形はもしかしたらいい感じでいくかもしれないですね。円錐形の時よりかはもういいかもしれない。順調ですね。やはりこのドリッパー使うんだったら台形のペーパーを使っていただいた方がいいかもしれないですね。はい、もう少しで抽出が終わりそうです。はい、これぐらいでいいですね。はい、出来上がりました。最初は結構均等にいっているのかなと思ったんですけれども、仕上がりを見てみるとこっちの方が少なくてこっちの方が多い結果になりました。完全に均等にはやはり物理的に難しそうな感じはしますね。では飲み比べていきます。まずは少ない方から、ではこちらのホイホですね。先ほどの円錐形のものと比べると味の均一性というのは結構近いものがあります。さっきの円錐形ほど大きな差は現れなかったんですけれども、やはりこっちの方が若干薄い感じがありますね。コーヒーを入れた時の味の安定性を求めたりするんでしたら、やはりサーバーとかを使っていただいたり、はかりを使っていただいて抽出する、従来の普通のやり方の方がいいと思います。その代わりサーバーを使わないで洗い物をできるだけ少なくしたい、できるだけ手間を少なくしたい、である程度のちょっとの味の差は毎回入れるたびに変わっても構わないよって感じでしたら、この道具はちょっとだけ洗い物が減りますので便利なグッズになるのかなという感じですね。はい、では今回はダイソーのダブルコーヒードリッパーをレビューしてきました。ご覧いただいた通りですけれども、左右均等にぴったり入れるのはちょっと難しいのかなと思います。
ですけれども、サーバーを使わないで洗い物が一つ減る、朝の忙しい時間帯に洗い物が減らせるっていうのはメリットになる方もいらっしゃるかもしれないですね。またリブの入り方とかは普通にコーヒーの抽出においてはいい感じだったので、その辺は全く問題ないと思います。普通のドリッパーとして使う分には真ん中に置いていただければ使えますので、値段110円ということを考えると、このドリッパーを普段使いにしてもいいかもしれません。それでは今回の動画は以上にしたいと思います。今回の動画が参考になったとか、ニフコーヒーを応援したいと思っていただけましたら、ぜひグッドボタンの方よろしくお願いいたします。またチャンネル登録や何か動画へのリクエストやコメントなどありましたら、コメント欄へいただければ幸いです。それではご視聴ありがとうございました。コスパ抜群の最高級スペシャリティコーヒーはニフコーヒーネットショップで販売しています。詳しくは概要欄よりご覧ください。